はい、どうもカリエです。フェイトコラボスクラッチの、後半の、イベントがやってきております。まあ俺が常々、欲しいと言っていた英雄王ギルガメッシュが超絶かける3アップで、新しく出ている、遠坂凛と、さくらの、着物姿ですね、が超絶アップしております。以前のセイバーの超絶アップしてるときは浴衣のねセイバーとさくらを両方ゲットしております。さくらはどっちもまあ前回アップしてなかったけど取れたんだな。であとはまあ超絶アップしてないけどもし出てきてくれたらまあ通常確率でとらわれの英霊セイバーも出てきてくれると嬉しいなと思っております。いきましょう。まあとりあえずギルガメッシュが出てきてくれるとまあまあいいかなっていう感じですね。いきましょう。9連9連でもどうなんでしょうね。あんま良くないなあんま良くないなこれ。あんまり良くないパターンですねこれ。どうでしょう。そっちよね。9連あんまり良くないなあと4回できるけど、お、あと1個欲しいな。あーくそ。あーし、とりあえずギルガメッシュゲット、ありがとうございます。強いんだこいつがまたね。ありがとうございます。これやっときたよ。もうギルガメッシュね実装されてからどんだけ狙い続けてたか。あとまあミッション氏が来てくれると。おいおい、びっくりしたそっちかよトラじゃなかったな着物セーバー来ました、ありがとうございます。そうだな、ギルガメッシュ取れたし、あと1回ぐらいにしようかな。9連結構満足なんだ。じゃああと1回ぐらい9連で終わりたいと思います。いいよ。あーこれなんか新規来てくれるとすごい嬉しいな。ほい、あーちゃん、おっし、金の着物ありがとうございます。今回の新しく実装された着物の、ユニットたちは全員揃ったかな。嬉しい、そして可愛い。一応能力見ておきましょうか。炎属性と人間属の1ポイント差が3倍と攻撃力が2倍で、さらに炎属性ノーマルスキルプラスヒールスキルのみが成立したとき攻撃力が 1.75 倍ですね。あのシャルラとかカナンの、リーダースキルとまあ似てるんだけど倍率はちょっと低めなんですよね。 1.75 倍ですね。まあまあでもそれでも炎属性の中では結構強めの、火力となっているんじゃないでしょうかね。で、アクティブスキルが敵全体の、ヒットポイントを 35% 減らす。おお、でかいな割合ダメージ。で、さらに、場の左端をクリアし、このパネルを3枚セットする。SP 消費3ですね。1パネルスキルなんだ。おお、1パネルで小ダメージ。で、しかも全体だ。全体か。めっちゃ強いじゃん、じゃあ。で、ノーマルスキル2が炎3枚と水1枚で敵単体に炎属性の超絶大ダメージを与えると、いう風になっております。さらに SP を3回復してくれるので非常に使いやすいですねこれね。炎3と水1枚か、だからあのノアとかベルンとかと結構相性はいいかもしれないですね。インクパッシブ、炎と回復パネルの出現率が 20% 上がるとなってますね。これもいいですね、使いやすそうな感じ。ちょっとノーマルスキル1が改めてちょっとびっくりしたな。全体か。おお、1パネル全体って言ったらリリンとか、リゼロコラボの、エミリアしか持ってないんですよね。だから非常に強力ですねこれもね。周回とかでは非常に便利かもしれない。ありがとうございます。あと2時1個残ってたっけ。それも見ていきましょう。はい、おお、まあまああちゃだよね。はい、ということで、結局、トラアレの英霊セーバーのみ
取れませんでした。まあ通常確率だからね、なかなか今回は出てこないだろうけど、また機会があれば、取っていきたいなと思っておりますんで、またその時よろしくお願いしますよね。ね。調節かける3アンプぐらいしてね。ということで、フェイトコラボスクラッチ順調に、欲しいものが取れたと思いますので、これで終了しようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。